はい、皆さんどうもこんにちは、ゆろと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、ドラブクの熱の方で遊んでいきたいと思います。そう、鶏買ったんだよ。まず鶏さんの餌、鶏さんは鶏の餌を食べるんだろうな。だって鶏の餌って書いてるもん。あ、はい、わかりました。餌はどうやってあげたらいいの？餌置き場に餌を置いておくと、あ、そうそう、勝手に食べてくれるからね、便利だよな。でも置く場所までちゃんと決まってるから、これこれ。鶏さんは毎日一つの餌置き場分食べるよ。あ、そうそう、なんか半分だけ食うとかね、ちょっとだけ食べるみたいなことないから、ゼロ100だから、全部食うか、もう全く食べないか。あ、全くけど食べないとあんのかな。ずっと小屋の中にいたら鶏さんたちも嫌になっちゃうから、うん、出してあげるよ。あ、そうだね、雨の日とか夜はね、ちゃんと中に戻してあげてね。えが、餌のあげ忘れ言えなかった今。病院でお薬、あー、そうだ、人間と一緒なんだよ、そこは。あ、出た。その時はそうそうそう、怒られちゃうから任せてよ。てかさすがにね、病気のニワトリ放置しないけどね、やばいでしょ普通に考えて。任せて。そうそう、ニワトリさん大切にするから、せっかく育てるんだから、いっぱいニワトリさんのお世話をして仲良くなってほしいな。話しかけたり、おやつをあげたり。あ、出た。そう、おやつはね、意外とね、共通なんだよね、ちゃんと動物専用のものがあるから。そう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 、売ってるから買いに行かないと。そう考えたらこの子すごいよな。毛並みが良くなると、あ、そうそう、ニワトリはね、あのね、ブラッシングできないんだよ。その代わり餌あげて毛並み良くしてって感じだね。そう考えたらアルパカ、羊、羊ってどっか出てきた、牛とかの方が大変かもしれないな。そっちだったらブラッシングで、あとアルパカだったら、あ、アルパカ、牛か、牛だったらそのなんかミルク取るで、話しかけるとかあるから、ニワトリが一段階ちょっと行動が少ないかな。それで言うと、のび太くん、アルパカさんを飼うのは初めてだよね。まあ、そうだね、のび太だってアルパカ見て、えってなってたもんね。アルパカ、そう、知らなかったんだから。そうそう、アルパカさん、あ、それはでも知らないわ、草っぽいけどね。厳密に言うとなんだろう、知らねえな。あ、それはゲームだからじゃない、会話はずるじゃない。いや、ゲームだったら分かってたよ、だろうな。だって先買った時見たもん。だって会話か、鶏の餌かおやつの3パターンしかなかったもん。だから一緒なんだろうなって推理はできてたよ。なんか映像とずるじゃない。だけど、まあ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 、いいわ、分かった分かった。アルパカさんは晴れの日はお外でお散歩させてあげてね。あ、そうそう、掴むんだよ、やばいよね、よくよく考えたら。あ、くっそ、のび太くんみたいなおねぼうさんじゃない。いや、まあまあまあ、そうだよな。そうだね、ぜひ起きてくれよ。そうそう、雨の日、夜のお外はダメだから、そこだけはね、あの、どの動物も共通して言えるから、まあ、もちろん病気にもなるし、放置してたらやばいし、もしも病気になっちゃったら、ぜひお薬を買ってあげてくれ。けどさ、これってさ、一番やばいのがさ、お薬持ってない状態で、病院が閉まってた時ね、だからもう買えないわけ。でもさ、毎日空いてんのかな、多分ね、マップかなんか見たらわかるだろうけど、ちょっとまだね、確認してない。まあ、いっかと思って。やばい、大丈夫かな。あ、いいですね。餌をあげるだけで大丈夫かな、他にできることはない。そう、毎日話しかけたり、あとおやつあげたりとかだね。うん。はい、アルパカ、ブラッシングあったもんね。それでね。ああ、そうそう、毛刈りバサミもそうだね。一度刈り取ると次に生えてくるまで少し時間かかるんだけどね。あと子供のアルパカさんの毛は短くて刈り取れないよ。オッケー。あ、やっぱりそうだよ、ブラッシングあるよね。そうだよな。そう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 、だからブラッシング、毛刈り、話しかける、餌みたいな、だから意外とね、やることある。あと、まあ外出してあげたいとか。うわー、てか会話めっちゃくれるじゃん、さっき買っちゃったよ、言っといてくれ。でもこれで学んだから、次から買うときは、あ、買うときはというか、もしもゲーム、これ今ちょっと体験版だから、本物買って始めるときは、餌買う前に先にね、もらえるからいいと思うな。優しいよな。でもこれ体験版だから、もしかしてもらえるのかな、そこも気になるけどな。あの、やっぱりね、体験版と本物だと、まあ、若干ね、違いがあるだ、うん、うん、え、もう餌セッティングしてくれてんの、めっちゃ優しくない。あれ、あいつ誰だっけ、あの、どうした。でも、鶏の餌、でも、そうか、建物も別なのか。でも、入れる場所ないもんね。え、一回出ていい、これ、どこ、おはよう。
ここかよ。なんだ、あ、道理でなんか見たことないなってうすうす思ってたよ。あ、そうそう、これください。ありがとう。わあ、めっちゃあるじゃんと思った。違う、あれで1個だ。うん、ありがとう。あ、いいですね。ただちょっと鶏のやつ近くで見たら一瞬ビビるな。ありがとう。あ、いいですね。ありがとう。なんか、貝場、千切りキャベツに見える山盛りの。すげえな。なんか腹減ってんのかな。そう、おやつをね、ちょっとね、あの、馬の分しか買ってなかったから、ちょっと一気に買っといていい？オッケー。あれ？結局さ、馬ってさ、あげたっけ？あげてないもんね。で、ここであげれんの？場所決まってんのかな？あ、間違えた。乗っちゃったよ。まあいいや。一旦帰ろう。わかったわかった。いや、本当はさ、今、この場でパッて一個あげようと思ってたんだよ。あの、シンプルにあの、ボタンミスるっていう。いや、いい、いい。まあ、どうせね、帰りたかったから、牧場には。だって多分もう、いるもんね。明日から、じゃあ、呼びますね、じゃないもんね。でも、どこにいるんだろう？ちょ、忘れる前に一旦ちょっとこれ出荷だけしていい？あ、違う。それじゃない。それじゃない。それじゃない。危ない。それ、今、買いたてほやほやなんだから、泣いちまうよ。危ない。けどさ、さっき買ったさ、動物のおやつさ、何円で売れるんだろうね。若干損したらめちゃめちゃおもろいけどな。得だったらね、いいかもしんないけど、全然得じゃなさそうなんだよな。いや、正解知らないよ。正解知らないけど、あくまでイメージな。そうだ、忘れてた。買ったんだった、種とかも。だから今日はもう牧場のお仕事を勤しむ日にしよう。勤しむって意味合ってる？どういう意味？勤しむってそもそもの話。まあいいや。とりあえずね、種植えたいから、待てよ。え、全部終わった？とりあえず、クワ間違えちゃったから。で、あとは、そうだね。動物用のブラシと、けど待って、これ以上持ってないか？後にしようか。でもさ、なんかさ、子供の場合、毛枯れませんとかさ、ミルク取れませんって習ったじゃないか。え、どの状態でその、我々は仕入れられてるの？それが気になるな。そう、こんな感じで、あの、動物と仲良くなれるから、人間としてのハート出てくるから分かりやすいよな。ちょ、行ってくるわ。え、これは誰が住んでる？あー、オッケー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 。アルパカ、かわいいな。で、ブラッシングして、こっち牛も話しかけて、牛、後ろ姿めっちゃ可愛いじゃん。昼ごはん今忙しい。てか、ジャイアン絶対手伝わないじゃん。なんで？手伝え、絶対的に。え、これなんで置けない？あ、一回取り出しておくのか、ちょっとめんどくせえな。その、パって置いてくれたらいいけど、一回取り出します。で、そっから、ちょ、待って待って、いける？危ない危ない危ない。これで、あ、違う違う、入れたかった。あ、入れられるのか。あ、いいね。それはめっちゃ便利だな。で、これ入れて、取り出して、まず2個取り出して、ここに装備して、あ、いいですね。とてもいいですね。じゃあ、鶏の餌もいけるのかな？待って、ちょっとおやつあげよう。貴様におやつをあげよう。今日からよろしくね。待って待って待って、後ろ、ジャイアン邪魔だな。ジャイアン、絶妙に邪魔だ。何やってんだよ。とりあえず出すか。え、何これ何これ何これ。あ、そういうこと。あ、これちょっとむずいな。なんていう、左右で方向がこう変わるの分かる？で、前、前ってか上押したら前に進むスタイルで、ちょっと待って、慣れるまで、めっちゃ違う。ちょっと待って、ジャイアン、ね、ジャイアン、助けてってマジで。早く、お願い。で、アルパカも、いけるいける。ちょ、あ、違う違う違う。餌はもういい、餌はもういい。ちょ、おいで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 。そうそう。いけるいける。あ、これ後ろ向き、いや、これむずいな。これやばいやばい。ちょっと待って、どうしよう。これ、これ動物めちゃ、おー、ジャイアン。肩ぶん回してる場合じゃないよ。ちょ、早く助けろって。助けろ、邪魔だな。助けろって、本当に。こっち手伝う気ないだろ。オッケー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 。いけたいけたいけた。これ、やばい。動物出すの、めっちゃ大変だな。はい、次、鶏。待って、これね、餌を入れて、横からさっきさ、一回さ、置く前にさ、入れてたけどさ、そう、全部置いてから入れた方が早かったね。なんか二度手間だったもんな、完全に。オッケー。で、これで、違う違う違う、片付けたい片付けたい。あれ、これさっき片付けられたよね。どうやって片付けたんだろう。あれ、あ、一回取り出さないとダメなのか。あ、わかったわかった。さっきだから奇跡が起こってたんだろうね。ニワトリおはよう、今日からよろしくな。ハートでっこいな。待て待て、貴様にこのおやつをあげよう。どう、おいしい？あ、いいですね。そう考えたらニワトリは簡単、持ち上げてあと走るだけだから、通常と一緒。めっちゃいいじゃん。これじゃ、ニワトリとかさ、どの動物もさ、今更の話だけどさ、全部さ、そう、ブラッシング無理だもんね。一応確認してみた。オッケーオッケー。あ、びっくりした。ぐんぐんめっちゃ動くじゃん。怖えからやめてくれ。はい。じゃあ、クワタイム入ります。これさ、作物によって多分違うと思うけどさ、隣同士になってたら、
咲きませんみたいなやつあったりとかするわけ。これどっちタイプなんだろう、なんかそっちタイプかどうかがさ分かんなかったからさ、一応なんかこのジグザグにさ埋めてるけどさ正解なのかな、ちょどうでもいいけど、ジャイアン絶対働く、あ来たついノイズ上げてくれ始めた、最初からやってくれ、何だったんだ一体、急げ頑張れジャイアン、いけるよ我々参るよ頑張るんだ、ちょっと待ってそっちじゃない、そう危ない、あんまりね上手じゃないからね、ちょっと待ってちょっと一個ずつ確実にやっていこう、はい頑張っていけるよ、これで終わった、それで言うとそうか、このなんだっけ秘密道具みたいな忘れてた、これの存在を植えてやろう、あしかもまだ横にあったじゃないか、全然気づかなかった、待って一個ずつ確実に植えていきたいから、これでまたクワ装備する、使う、植える、はい次、オッケー、この木とかさ横にあるじゃん、これはこれでセーフなのかな、待って一旦じょ、なぜなんで一個だけそのお水あげてくんないの、なぜだどうしてだ、謎すぎるな、まあ一旦ちょっと毛刈りバサミと、でこれはそうブラシは終わったからミルクを手に入れられるやつと、待って、結局どれが一番上なの？もう分かんなくなってきた。ちょっと待って。その、じゃあ絶対その1個だけそのお水、あげてくれたわ。何だったんだろう、謎すぎだな。じゃあ、アルパカ。あ、いた。ちょっと、失礼します。うわぁ。なんで頭と腕だけ残ってるんだろう。なんか絶妙な気持ちになるな。なんか、刈りすぎじゃない？なんか、ごめんな、あんな、もうなんかもう、ないけどな。あれ大丈夫なのか、寒くないの、風邪ひかない、まあでも一応季節的な話で言うと春だからいいのかな、絶対寒いけどねパッと見大丈夫そう、風邪ひかれちゃってもちょっとこっちも困っちゃうけどな、でも今回いいのは道具用のポケットとこのなんかあのアルパカの毛とかさミルクとかそうだけどさ物が別だからいいよな、前回確かに一緒だったような気がするんだよな、だからなんだろう、牧場で使うものあるじゃん、そっち系はもうその場で使わないって分かってて、なんかどっかいろいろ移動するんだったら置いてってたもんな、そしたらさまたさ取らないとダメじゃん、めんどくさかったから今回素晴らしいな、オッケーで次で、これさっき取り立てほやほやのやつを売ってたね、お星様の数が少ないけどね今後増えていくから大丈夫、一応ブラッシングした後に買ったけどね、何にもしないよりいいかなと思って。これでいいもんね。他、ケロンパスか。一応持っていく。でも2時間の間、でもな、あれしたいな。なんだっけ、あれ。炭鉱みたいな。採掘か、発掘みたいな。その時に使うってどう？あ、それがいいから、なんかジャイアン来たんくね？で、これどこにいるの今。あ、ここか。ということは、こう行ってんだ。わかった。オッケー。なんか、ジャイアン、あ、なんで、いつもなんで覚えたんだろう。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。